ガングートは、ロシア帝国がバルト艦隊向けに建造した全土旧戦艦である。艦名は1714年のガングートの開戦の勝利を記念したもの。ロシア帝国海軍では当初は、装甲艦に分類され、1892年2月1日付で艦隊装甲艦に類別を変更された。バルト艦隊向けの装甲艦の建造計画は、1885年に、 更新されるまで延期されていた。当時、中程度の排水量で、深度前方向への強力な火力を有する艦を、保有すれば十分であると考えられていた。その回答として建造されたのが、総工艦インペラートルアレクサンドル2世と、インペラートルニコライ1世であったが、時の海軍大臣、i h スタ甲府海軍中将は、両艦は、バルト海での活動のためには大柄に過ぎると、 考えていた。インペラートル・アレクサンドル2世級装甲艦の縮小型といえる新しい計画課題は1887年11月17日に提示された。この課題では新しい艦はドイツ帝国の保有する装甲艦より強力な武装を備え、喫水は6.7メートルを超過せず、クローンシュタットから 寸ド海峡まで11の1 5 k n の高行速度で往復する能力を持つこととされた。さらに、下級の場合には、地中海や極東にも遠征できる能力が求められた。武装は 229mm カノン法を手法としたが、この法が選ばれたのは、この法が当時のドイツ装甲艦の装甲を打ち破れる能力を持つと考えられており、 さらに複雑な水圧駆動装置を必要としないためであった中間砲としては加熱式四十五口径百五十二ミリメートル砲が搭載され、後年他の口径の方で補強されることが予定されていた。1八8八年初頭、海軍技術委員会へ上級造船技官 E グリアー F、ペテルブルク港主任造船技師、PA スボーチン、フランコロシア工場代表、 PK ジュビューそれぞれによる計画書が届けられた。海軍技術委員会は、グリャー F の計画がより好ましいものと評価した。その計画とは、艦は鋼鉄製の装甲を有し、当時としては、長身砲となる35口径229ミ、mm、リメートル砲を装備するものであった。この手法は、ドイツの装甲艦オルデンブルクの30口径240 ミリメートル法やザクセ戦の22合計260ミリメートル法を量駕するものと考えられた。主要装甲体は完全体の2、3を覆いザクセ戦の1にを量駕していた。事案の論拠として、グリアー F はもし燃料増加を課題としなければ、彼の計画の優越性はより顕著なものとなると指摘した。矛盾に満ちた設計要求に対し、 グリアー F は動力機関とボイラー区画に十分な防御を施すことに成功した。それまでのバルト艦隊の装甲艦の有した走行圧が 356mm であったのに、対し原則砲座に 406mm の装甲体を施した。新しい艦は大北方戦争でのロシア艦隊の勝利を記念した由緒ある艦名であるガングートの名をいただいた。 1888年7月6日、海軍技術委員会は、ガングートの船体についての使用書を認可した。40の横断水密隔壁と、第6、36、44、52、69、6材の強化で、不沈性が確保された。通常の6材の厚みが 6.4mm で、あったのに対し、強化6材は 9.5mm であった。また、 水密区画内及び、甲板のいろいろのシステムのための管やロッドを通す、ためのすべての隙間には線を持ったフランジを設け、完全なる水密性を確保することになっていた。第20から69、6材の間は20艇となっていた。機関やボイラー区画では原則に沿って石炭が搭載され、水雷の爆発から艦を守る役目を与えられていた。 ボイラー区画には2機の排水用タービンが設置された。また、防火用ポンプも搭載された。動力機関には、出力6000から9500馬力の3倍拡張水平常機機関が搭載される予定であった。8機のキセルシリンダーボイラーは2機ずつそれぞれの機関室へ配置された。建造は、サンクトペテルブルクの深海、このほかもろもろの装置が各企業で製造された。 1888年10月29日には気候。建造は迅速に進行し、1889年1月28日付でガングートは海軍へ登録された。同年5月20日には公式に気候が宣言された。仙台での工事は33ヶ月続けられたが、その間にもいくつもの設計変更が行われた。1890年10月には、 水が注ぎ込まれて、各種試験が行われたが、館の完成度は、視察に訪れた特別委員から好評を博した。同年10月6日には浸水した。ところが、その後建造の店舗は著しく低下した。それは、館に無数の設計変更が加えられたためであった。1891年2月になってようやく、プチ、その5月には、 手法を 305mm の方等に変更する案が採用された。手違いがあったため、主要装甲体の異型4個が調達できなかった。それらは誤って装甲艦ナバリンへ提供されてしまい、ガングト用には新たに作り直さなければならなかった。軽流試験は1892年9月18日に成功理に実施された。 この時までにほぼすべての装甲板は取り付けられていたが、ケースメイト用の二二百十九ミリメートル板十六、毎年冷凍用の五枚の取り付けがまだであった。怒りと火事関連の装備、排水システムと排気システム、蒸気暖房、水自室、潜水区画も完成していなかった。このような状況にもかかわらず、十月十四日には、菅は八隻の引き船を並走させて自走して、 クロンシュタットへ入港した。幻冬のため生じた混乱ため、建造に従事するメンバーも流動的になった。1893年7月3日になって、ようやくガングートは会場公務に入った。しかし、19日後にはもう欠陥の除去のため、港へ戻った。9月30日、6時間に及ぶ全速高校試験が実施された。 ボイラーは7.7から7.8アトムに保たれ、5282.5馬力の出力と 13.78KN の平均速力を記録した。シリンダー上部に強い振動が観測されたため、契約出力と速力には達することができなかった。海軍技術委員会は試験結果に満足せず、翌年改めて試験をやり直す決定を下した。特別に、 pp アンドレー海軍少将を主犯とする委員会が設置され問題点を指摘した。それでも1894年春の時点で未だ多くの問題が残されていた。7月にはガングートは遠征に参加した。8月には海軍大臣 pp トイルドフの旗の下リバーバへの航海を実施した。9月12日には艦は 再度の機関試験に取り掛かった。機関は平成に稼働した。下方の試験も実施された。公用性の試験は1894年末まで続けられた。試験には上級造船補佐官 DV スクボルツオフが参加した。スクボルツオフの報告書では、管のしのげ波性の悪さと波の高い時の震度維持の不安定さが指摘された。 艦長の野の AAB 領府海軍大佐とスクボルツオフは、欠陥についての21項目からなるリストを作成した。そこでは、特に扉やハッチに密閉用ゴムが足りないなど、水密性の悪さが指摘されていた。加えて、艦は、排水量型の状態であり、それは7500トンに達していた。これは、当初の計画に比して600トンの超過であり、 速力は計画値に達しなかった。化石砕のため艦は石炭燃料を積載することができず、他の物資も十分に搭載することが難しかった。そして艦の主要装甲体は海面下に没し,していた。これは重大な防御力低下をきたすものであった。1894年4月には水密性の悪さを指摘されたケースメイトの木製扉を廃止し、 8月16日には、ガングートの重量型に対する定義が、海軍技術委員会会合で検証され、SO マカーロフ提督は、水密区画となる横小核壁を作り、艦首と艦尾部分に追加の核壁を設け、152mm 砲と 229mm 砲の多いを強化するという案を示し、これが実行された。左減方向から見た。 ガングート1894年から1895年にかけての冬季。ガングートはレーベリに停泊して極東情勢の悪化に伴う3日間の準備を行った。1895年5月14日から15日にかけて実戦連合艦隊に参加してフィンランド湾とバルト海を航行した。1896年にはガングートは クローンシュタットヘリシンクフォールスリバーバリガワンイコール、例のコースを巡航した。同年5月30日、実戦連合艦隊を視察した、マカーロフ海軍中将は次のように記した。ピョートルベリーキーとガングルトは、模範的な規律を代表していた。両船では、とりわけ全仮想部分が良好であった。同時に、いくつかの水密核壁は、隙間があることにも言及した。その隙間は、 7名の艦の乗員が提督へ教えたものであった。6月9日付の指令で、マカーロフは、再び、ガングートへ言及し、その機関設備について、次のように述べた。水雷帝の機関責任者たちを、ガングートに集め、この装甲艦の上級機関士ストラタノオビチ氏が、どのようにしているのか見学させるように、演習が終わると、両装甲艦は、クロンシュタットへ寄港した。 ブヨルケズンと海峡にて、ガングートは水面下の岩に衝突して、箱をうがたれた。第二艦艇の外反が損傷した結果、そこに設置してあった排水システムの主要艦が機能を停止した。ピョートルベリーキーからマカーロフ提督が駆けつけ、艦を救うための格闘が始まった。その後、同行した練習船から調達したホヌノが箱の元に持って、行かれ。 正常に排水装置が稼働し、船内の水は減少した。二重艇の少々工口が箱を塞いでいるということが明らかになった。ピョートルベリーキーの随伴の下、ガングートは自走してクロンシュタットへ寄港した。1896年9月5日には修理のためコンスタンチーノフスキー選挙へ入った。1897年5月20日から、 マングートは実戦連合艦隊に所属してトランズント地区にあり、そこで訓練を行った。6月10日から11日にかけて行われた排水装置の試験によって監視部分のタービンを除いて装置は全て修繕されているものの計画値と比べそれらの有効性は著しく低いということが明らかになった。これとその他の不備はクロンシタットに手除去される予定であった。 1897年6月12日、ガングートは SP トイルトフ海軍中将の旗を掲げてビボルグワンにて標的への射撃訓練を行っていた。この海域は1834年以降測量が行われていなかった。15時40分、標的が艦上に上げられた。ガングートは4機のボイラーに点火して 2.5KN の低速でトランズウントへ進路を取った。 天候は良好で、南西よりの微風が吹いていた。数分後、艦は、かろうじて感じられるほどの微細な振動に見舞われた。船室では、前進していた艦を後進に変えた、際のエンジンの振動であろうと思われたほどであった。ほんの数人のボイラーマンが、艦艇でのきしみに気づいた。操舵室では、艦が、突然二度ばかり振動を左にそれ、 数分間だが効かなくなったということを総打手が報告した。その直後、右玄監視機関室に海水がドッと流れ込んできた。数分で海水は部屋を満たし、左玄や 229mm 砲弾薬庫回廊へも流入した。すぐさま排水装置が作動した。上級機関技師、AA ガブリーロフは左玄完備機関室を開くよう命じ、上級機関技師、 NM ルスナチェーンコは環境へ状況を報告した。15時50分、手記が停止した。艦長の KM 地ウ付き海軍大佐は選手機関室へ降りた。乗員は平静を保っていた。水密隔壁の扉やハッチ、少々口,口は入念に密閉されていた。予備のボイラーが起動すると、箱のあると推定される場所へ当て布が運ばれた。しかし、 艦が岩との衝突で損傷したことが明らかになったので、天幕が使用されることとなった。そして、軽戦策を巻くために急難点が下ろされた。作業は鋭い昇格を持った監視構造と次第に高まってきた波のため難航した。16時までに右舷ボイラー過失が水浸しになり、その後残りの機関室も全滅した。走行艦は速力を失い、 電力を失い、蒸気を失ったことで、排水装置も停止した。暗闇の中で、静かさが広がり、ただ水音だけが聞こえていた。水密核壁の継ぎ目や、秒の隙間、扉やハッチのゴムの隙間から、水が滴り落ちた。今や走行艦は沈みつつあったが、最寄りの岸までまだ6帰里ほど残っていた。環状には582名の乗員と、連合艦隊司令部。 技術学院の学生たち、ペテルブルク広報クラスの生徒たち、水崎案内や広報学の生徒たち、連合艦隊の軍学隊が残っていた。岩礁のある方向への漂流を避けるためと当て布の,の,の運搬を軽減するため、16時35分には、右げの怒りが29メートルの深みへ放り込まれた。トイルト海軍中将の命により、トランズン白地の他の艦船へ、 救命艇が差し向けられた。艦の傾斜は、この時、右舷方向へ7度に達していた。傾斜を是正するため、左舷へ60から70トンの水が流し込まれた。傾斜は一度に軽減されたが、この状態を半時ばかり保った後、艦は今度は左舷へ傾き始めた。上級機関士のイニシアチブで、305mm 砲弾室へ水が注ぎ込まれた。 多くの困難な試みの後、船底へ天幕と当て布を運び込むことに成功した。しかし、水の流入は止まらなかった。館内での生存をめぐる格闘は、ろうそくの下で進められた。隔壁の隙間には、木片やボロッ。流入した水は、手動ポンプやバケツを使ってかき出された。18時、排水装置の一部が復旧したが、 補助ボイラーを用いたため十分な蒸気を得ることができなかった。18時30分、沈み込みは2メートルに達した。化石祭も災いし、居住甲板に水が入り込んだ。19時になって、ようやく、走行間救援のために、第108号水雷艇がやってきた。やや遅れて、他艦も救援に駆けつけた。この時までに、ガングートの傾斜は10度に達していた。 トイルトフ艦隊司令官は、二等巡洋艦アフリカを用いて、ガングートの栄光を試みることとし、ガングートの全艦班に栄光策が取り付けられた。しかし、19時25分にはもう転覆の危険性が高まり、ガングート救出の試みは、失敗に終わることとなった。トイルトフは、乗員と重要物資の体幹を命じた。すべての救難艇ー降ろされた。 風と波にもめげず、救出作業は実施された。21時、海軍中上機と艦備機が下ろされ、トイルドフは、司令部と共に蒸気船ドニエプルへ退去した。5分後、補助機関が活動を停止し、排水システムが機能を失った。最後まで残っていたメンバーは艦を後にした。艦長は最後まで艦の沈んでいない部分に残り、すべての乗員が退艦したのを見届けてから、 最後の急難艇に乗り込んだ。艦長の急難艇は21時40分、艦を後にした。それから9分後、ガングートは急に左舷方向へ横転し、ほぼ一直線に海底へ沈んでいった。ガングートは水深29メートルの湾の底へ沈んでおり、1898年から1899年にかけて艦の引き上げ計画もあったが、実現しなかった。 この沈没事故の後、事故の原因の究明と関係者の裁判が行われた。その結果、水密区画の設計見直しが行われ、以前にもまして館の不沈性についての注意が払われるようになった。ありがとうございます。